こんにちは。今回はね、自動運転車と電気自動車と、まあそれからカーボンニュートラルですか。この3点についてちょっとお話したいと思うんですけども、前回送っていただいた動画ね、自動運転車社会が2030年までに来るかということですけども、技術的には可能だけども、利権的にはちょっと無理だなと。申し上げたようにね、今、自動車免許があることによって、違反の反則金とか免許の更新の手数料とか、それから自動車学校の利権とか、こういったもので、だいたい1兆円以上の市場ができてるんですよね。じゃあ、自動運転車になって、車に乗るのに免許がいらないよってなったら、この1兆円が吹っ飛ぶわけなんですよ。で、ここで従事してる方が、まあ、職にあぶれると言いますかね。まあ、一般の従業員さん、受付の方、警察官の方いらっしゃるわけですから、こういった方の、まあ、行き先がなくなっちゃうってことになりますんで、まあ、ストーンさんが言ったようにね、もしかしたら電気自動車利権の何かに入るかもしれないですね。例えば、電気自動車の所有には、莫大なパテント、手数料が、権利金がね、入るみたいなね。電気自動車の所有には、まあ、所有する権利を持たなければならないとか、まあ、自動運転車に乗るためには、何かしらのパスポートを購入しなければならないという、これが莫大な金額だと。いう風になったりとかね。例えば年間で250万円を払わなければ電気自動車に乗ることはできないとかになってくると、まあ利権は守られるのかなと思うんですよ。でも250万払って電気自動車に乗ろうかなっていう人はもしかしたらいないかもしれないですよね。まあこんな感じで、もしかしたらストーンさんの言うように、電気自動車、自動運転車か。自動運転車利権が新たに構築されて、そこに中間団体ができて、まあ天下り先が自動車学校の校長とかね、運転免許センターの、まあ、管理人とか、従業員とか、まあ、それから、その他ね、交通違反切符を切る警察官や白バイ隊員の受け皿になるかもしれないですよね。まあ、でも、この仕組み作るだけでも、かなり大変なんじゃないかなと思いますんで、おそらく自動運転車は、一部の人が、所有地、私有地か。私有地で乗るにとどまるんではないかなと思います。例えばゴルフ場の中とかね。あの中では大丈夫だよとか。それからテーマパークの中とかね。一般行動には、まあ利用が不可能ということに、まずはなるんじゃないかなと思っております。その次に特定の高速道路ですよね。特定の高速道路。高速道路の利用料金はまあ特別に跳ね上がるみたいな感じで、なんとか利権を維持するんじゃないかなと思います。これが一つ。まあその辺はね、ストーンさんの解説が後半の方につけときますので、そちらの方をご覧いただければと思いますけども、二つ目はね、電気自動車ですね。カーボンニュートラルをはじめ、電気自動車ってものが、これから大幅に投入されて、ガソリン自動車が2035年までに新車販売が禁止になるということですけども、果たして、これが本当にそうなるんでしょうか。新車販売が禁止になっても、中古の、まあ、改造車ということでね。中古の車がものすごく転売されて、結局台数は減らないみたいなこともあり得るわけですよ。ね。で、電気自動車がなんでね、投入されることがないと私は考えるかというと、電気自動車といえども、その電気を作る大元では、火力発電か、もしくは、原子力発電をしなくてはいけないんですよ。だからどっかで発電するんですよね。だから CO が、CO2 が減るかって言ったら別に減らないんですよね。そして、電気自動車を作るときに当然 CO2 発生します。そういうことに比べたら、電気自動車を作るとかね、それから電気充電設備のインフラを作ること、そのときに発生する CO2 のことを考えたら、別に、車が走るときの CO2 はあんまり気にならないっていうことになるんですよね。まあ、元を正せば、大気中の CO2 の量ってそんなに圧倒的に多いのかって言ったら 0.02% しかないわけなんですよ。大気中の CO2 の濃度は 0.02%。ほぼ無視してもいいような割合なんですよね。その中で人類がこぞって一生懸命日々作り上げている CO2 の総量は 0.02% のうちの 5% なんですよ。ということで、実は人間がいくら一生懸命ね、CO2 出そうとも削減しようとも、地球全体の規模からすると全く関係ないというデータはあります。プラスですね、ちょっと余談なんですけども、アマゾンの森林伐採を進めると、二酸化炭素を酸素に浄化する、そういった森林がなくなるという、まあこういうプロパガンダをね、
まともに信じてる人がいますけども、よく考えてみてください。ここも理科の教科書、中学2年のあたりのね、引っ張り出してもらえればわかるんですけども、確かに植物は二酸化炭素を吸って酸素をこの大気中に返してくれます。それによって私たちはね、呼吸ができるわけなんですけども、さあ果たして地上の食料じゃない、地上の植物が全部なくなったからといって酸素が作られないってことが起きるでしょうか。そうなんですよ。地球の中で植物っていうのは大半が海底にあるんですよね。海底に溶け込んだ二酸化炭素が海底で酸素になり、それが海面から湧き出して酸素っていうのが作られている。これが大半なんですよ。まあですんでね、極端な話、地表の植物が全部なくなったって別にどうってことないわけなんですよね。そもそも元々はですね、植物は地上になかったわけですから、海底から生まれてそこから発生した二酸化炭素を酸素に浄化する装置がだんだん地上に降りてきて、そしてついに地面の上に植物ができたっていうね、そういう風なカンブリア紀っていうのがありますけどね、そういう風な生命の成り立ちを考えると、地上に全く植物がなくたって別に酸素が足りなくなるってことはないと考えることができるんですよね。はい、まあそれでね、3点目なんですけども、電気自動車の世の中が来るのか来ないのかってことですけども、まあ来ないでしょうね。まあちょっと無理ですよ。いやー、ないんじゃないですかね。まあ電気自動車といえども、どっかで酸素、電気を作らなきゃならないってこともお話したんですけども、そもそも電気自動車はね、何百万台投入しようとも、充電どこでするんですかと。ね、今、ガソリンスタンドが確か全国に6万箇所ぐらいあると思うんですけども、確か6万箇所。どんな僻地に行ってもガソリンスタンドはあるんですよね。それこそ20キロ、30キロ走れば必ずガソリンスタンドにぶち当たるのが、この日本なんですよ。じゃあ同じ数の充電設備を作るとしたら、一体何十年かかって、何十兆円かかるのかなと。しかもその設備を作る技術者は足りるのかなってことを考えると、まあ現実無理なんじゃないですかね。もし電気自動車がそれでも販売可能になるとして、電気自動車が使われるとしたら、ほんと都心の一部とかね、高速道路上とか私有地とか、まあそういう話に戻るわけですよ。まあですんで、日本全国くまなく、どんな高速道路も、どんな幹線道路も、どんな末端道路にも電気自動車が走れる環境が作れるかどうかというと、不可能ということになるではないかなと思いますけども、いかがでしょうか。で、今回のストーンさんのね、動画結構うまくまとまってましたんで、まあ、特にね、指摘するところはありません。まあ、この私の動画の後でぜひご覧ください。それでは、いってらっしゃい。こんにちは。週刊中年ジャンプ編集長のストーンです。動画の返信ありがとうございました。で、おっしゃってたですね、3点ですね。教習所とか、あとは、免許センターですね。これは安全協会とかも入ってくると思うんですけど、あとはその、違反金っていうか、違約金、違う、違約金じゃない、交通違反した、その、罰則金っていうんですか、これですよね。この辺の利益市場が1兆円ですか。すごいですよね。これはなかなか、おいそれと、あ、そうですかって手放す金額ではないとは思うんですよね。なかなかすごい金額だと思います。もう本当に大手企業1社持ってるみたいな感じですよね。なので、まあ、これは、まあ、急にですね、2030年にパッとこれを手放すってことはないとは思うんですけども、ちょっとね、今調べてみたんですよ。浅い調べなんですけど、見るとですね、まずね、免許の保有者ですね。これ、警視庁の、まあ、ホームページから見たのかな。そうですね、統計局ホームページ。まあ、警視庁のデータみたいですね。これあるんですけど、見えますかね。ちょっと見えますか、見えないかな。まあ、これちょっと読んできますね、そしたら。これがですね、まあ、昔は、まあ、昭和41年からのデータがあるんですけど、昔はいいとして、平成10年から、まあ、ちょっと10年から見てみましょうか、まあ、平成元年からか、元年から見ると、5900万人、約ね、約5900万人免許持ってる人がいて、その10年後、これ5900万人だから6000万人ぐらいいたんですよね。その10年後の平成10年
これは7200万人だったんですよ。だから1200万人ぐらい増えてるわけなんですよね。免許を持った人が。で、10年、平成10年から20年はですね、平成10年が7270万人。7200万人から、20年が8000万人だから、800万人 ?800 万人増えてるわけですよね。で、平成20年から、平成30年、まあ、令和2年までにしましょうか。平成20年の時が8000万人いたんですね。8000万人免許持ってたと。で、令和2年は8190万人、約8200万人。なので、200万人しか増えてないんですよ。だいたい、こう800万人とか増えてきた中、ここ10年は、200万人ぐらいしか増えてないわけなんですよね。となると、もうここの10年ぐらいは80万人、81万人、82万人ときてまた81万人になって、まあちょっと横ばい状態なんですよね。82万人ぐらいでこうピークなのかなってところなんですよね。で、この内訳もですね、やっぱり高齢者の比率っていうのは多いわけなんですよね。非常に多いんで、これからどんどん減っていくわけなんですよね。免許を持ってる人が、の数が減ってくるということで、まあ免許センターとかですね、安全協会っていうのは、まあ結構厳しくなってくるのかなっていう、この先を見るとですね、今がピークとすると、先を見るとやっぱり厳しいのかなというのに加えてですね、これも警視庁のデータなんですけど、統計データですね、交通違反取締り件数の推移ってことで、あるんですが、これがですね、1950年から、だから昭和25年から、令和元年までのデータなんですけど、これちょっとね、元号だとグラフにできなかったんで、これ書き換えたんですけど、昭和25年というのは1950年なんですね。で、これをちょっとグラフにしてみると、これはちょっと見た方がいいな。これは見てもらった方がいいかもしれないですね。こんな感じになるんですね。こんな感じになりまして、ここがまあ1950年なんですよね。50年の時はまあ、車の台数自体が少なかったんで、取締り件数っていうのは少なかったんですけど、ここでぐーっと、ここ84年5年なんですが、この辺がピークだったんですね。で、ここからぐっと、ここがね、令和元、平成元年ですか。平成元年、89年ですね。ここがガクンと下がって、その後横ばいになってるんですよね。横ばって2010年を境に、違反取締り件数ですね。違反取締り件数がこう、ガーッと下がってるんですね。で、ここ、この下げ率っていうか、ね、下げた件数がですね、まあ、200万件ちょっとあるんですね。218万件とか220万件ぐらいなんですよね。この10年から、比較するとですね。だから、下がってるんですね。この、取締り件数自体が。件数自体は下がってると。なので、件数は下がっているので、ここで、まあ、こういうね、スマホの、まあ、ちょっと見えないですかね。このスマホの、ながらみ運転っていうんですか。これがもう、すごいですよね。厳罰化されて、もうほぼ極刑ですね、これね。以前はですね、減点っていうか違反点数が2点だったんですね。で、罰金も5万円以下っていうことだったんですが、まあ、これでも結構重いと思うんですけど、5万円以下でしたが、2019年12月からは、違反点数が6点。6点っていうともう、免停ですかね。6点。で、罰金はですね、30万以下ですね。30万以下に引き上げられたということなんですね。だから単価を上げてるってことですよね。で、それに加えて、こういう高齢者、講習ですね。高齢者講習、70歳からですかね。あったりとか、まあ、こういうのもね、お金かかるんですよ。5100円とか、あと、ね、こういうの、認知検査750円とかね、高齢者講習5100円、そうですね。3時間になると7950円。8000円も取られるんですね。うん。こんな感じですね。だからいろんなところで、まあ違う形でお金を取ると。だから高齢者運転なんていうのは昔からいたわけなんですけど、まあ今になって始まったわけじゃないんですけどね。この、やっぱりこうパイの大きいところ、人数も多いですから、こういう感じでお金を取っていくのかなと。まあそういうふうにこう、ちょっとずつこうね、いろんな形を変えているということ。だから何が言いたいかっていうとですね、こう結構厳しくなってるのは厳しくなってるのかなっていうふうには思えるんですね。まあ今1兆円以上あるということなんですが、この先を見ると、新しい市場にこうシフトしていった方がいいっていうふうに、その、
こういうね、利権を持っている人たちも考えるんじゃないかなっていうのを僕は思うんですよね。なので、まあ仮にですね、その自動運転のシステムができたとしたらですね、そっちの方にこう取りに行くんではなかろうかと思うんですよね。だ例えば、まあ、その信号なんかもなくなるとしたらですね、その自動運転車両を監視するその大きなシステムの中央監視システムみたいな、中央監視センターみたいなのがね、できたりとか、するのかなとかですね。あとはその自動運転車、自動運転で無人じゃダメっていう法律になって、そこには必ず一人乗ってないといけない、運転者というかね、その管理する人が乗ってないといけないってことで、天下りの人が一人ずつ乗るみたいなことですとかね、わかんないですけど、そんな風にこう、ちょっと形を変えて、なんか、行くのかなとかね、思ったりするんですけど、やはり交通に関しては、その、今みたいな警察官の数もいらなくなってくるのかなとかね、考えられるんですよね。白バイなんかもそうですけど、みんな普通にこう運転してると、やっぱりこう、取り締まりっていうのが必要になってくるんですが、その数が減ってくるとですね、やっぱりその、白バイとか、その、交通パトロールのパトカーとかね、そういうのはいらなくなってくるのかなと。まあ、全部はいらなくならないかもしれないですけど、その、今のような数の維持はする必要なくなるのかなってことで、やっぱり少しずつ形は変わってくるのかなっていうふうに思うんですよね。で、何しろその、人間はこの便利な方にね、必ずそっちへ流れていくんで、これは抗えないと思うんですよね。それに、逆らってその利権だけよっていうと結構反発も強くなってくると思うんで、もうすでにですね、なんか自動運転の方にこう、利権をこう、利権の手を伸ばしてるんじゃないかとかね、そういうふうにちょっとね、陰謀論的にな感じなんですけど、僕はそういうふうに考えちゃうんですが、どうでしょうかね。やっぱりこう、遅かれ早かれ、便利な方には向かっていくと思うんで、それなりにやっぱり利権構造も少しずつ変化していくのかなと思います。急にはいかないと思いますけどね。少しずつこう変わっていくのかなというのが僕の考えです。いかがでしょうか？はい。ということで今回は以上となります。またよろしくお願いします。ありがとうございます。